最初はダイナソー。さあ続いては Hello everyone, this is ダイナショー。佐藤ひなたと小泉まかのバカオテダイナショー。はじめましての皆さんも配信で見てくれてるあなたも最後まで盛り上がってくださいね。ダイナソードール持ってる方ぜひ振ってくださいね。いくよ。ああ気がついたら止まらない、ダイナショー、ダダダダダイナショー。もうしなり踊りにはいかない、ありのままでやるしかない。ぶつかり合って幕が開く、ハートのセッション、骨とパッション、飛び交うはトイレのプロローグ。ここでヒエナヘネさんに問題です。鈴代さゆみさんが今一番食べたい食べ物は？今一番食べたい食べ物をさっき聞きました。さっき焼肉？もう近い。え、すき焼き？違う。正解は牛タンでした。ヘネちゃんありがとう。ありがとうございます。
改めまして、バトってダイナソーパーソナリティの佐藤ひなたです。小泉萌香です。ありがとうございます。あ、去年は有観客無演者でした。そうだったんです。すごい爆音でね流していただきましたけどもね、爆音で爆照明で爆照明でねだったんですが、やっと有観客有演者でございます。ありがとうございます。ありがとう、みんなのガオーが聞こえたよ。よかった、本当ありがとうございます。まあね、今日はお昼くらいから配信でご覧いただいている皆さん、そして会場に足を運んでくださった皆さん、そしてベンチで待ってる方ももしかしたらいらっしゃったのではないかなと思うんですけれども、いやートークではたくさん噛みつきましたが、変なお姉さんもいますが、いやいや誰が言う、私も変なお姉さんって言ってんの。そりゃそうですよ。変と変よ。変と変だった、うん、こんな感じのラジオね、各週月曜日でね配信させていただいておりまして、今日はダイナマイで、まあ、一回も勝てなかったんですけど、でもすごい調子良かったよ。調子良かったんだよ ね去年に比べてならね。去年はだって本当は勝ってました。いやそうよ、温泉祭り出てたら絶対優勝してた、絶対100万円もらえてたもん。でもまあ今年出れたからよかった。ありがとうございます。改めてねこうやって歌うこともできてすごい嬉しかったですし、はい、まあこれもギャップ萌えってやつですかね。あ、歌って踊れちゃうんです。そうなんです、すいませんね。まあ先ほどちょっと噂を聞いたんですけど、タネラさんに生きた恐竜として認識されてることがねちょっと分かったようなので。そうね、なんかトリケラトプスを擬人化したらこんな感じかな、モエピナーラプスみたいな感じになるのかなと思いますが、まあね、死んだ後は福井県の恐竜博物館に展示していただきたいなと思いますね。骨をという感じでございますがね、はい、この辺であの方をお呼びしたいと思います。おやおや